主砲、阪神の歴代最強1番打者、近本じゃない。吉田、真弓、赤星、今岡、マートン、鳥谷、近本、候補が多い。真弓定期。真弓やろ。赤星だろ。出塁率 0.390 でシーズン60盗塁決めてくる1番打者が1番相手してて嫌だな。その辺って保守によっても違うっぽいから難しいな。谷繁は赤星が1番嫌だったらしいけど、古田は長打がない1番打者は入るのが楽と言ってた。ここまでマートンなし。1番は赤星、2番鳥谷、3番真弓、近本。まあ真弓だろう。瞬間では今岡、鳥谷良かったが、1番なら真弓1択。話題高やけど